ウェルカムヴァンガードファイトサーキット in シンガポール。世界各国を転戦し最強のファイターを決めるヴァンガードファイトサーキット。このシンガポールステージを制しチャンピオンだけが出場できるヴァンガードファイトチャンピオンシップへの出場権を獲得するのは果たしてどのチームなのか。トーナメント形式で決着をつけるこの戦い、1回戦の組み合わせは内緒でしたけどね。その1回戦から熱く激しい戦いが繰り広げられております。レッツイメージ、レッツヴァンガード。君と描く未来をずっと探してるよ。同じ距離で同じ想いで Light of Dream。 どんなに強くなっても満足なんてできない僕らばっか。今日はトップザワールド、真の王者たどり着ける、叶うはずさ。明日を信じる僕らの、どんな場面だって諦めない固い意志と、空を行け。この番組はトレーディングカードゲームカンパニーブシロードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。第1回戦、チームカエサル対チームスコールもいよいよ終盤戦に突入。アタック超次元ロボ大勇者、愛と勇気と正義の名のもとに必殺グレートジャスティスソード。勝者三貞賢治、3対0でチームカエサルの勝利。やはりチームカエサル強かった。これが三貞さん、やっぱり強い。全国大会で優勝したことがあるんだから当然ですよ。でも油断はできない。このサーキットに出場している選手たちはみんな自分の国の大会で優勝できる実力を持った人たち。うん、そうですね。以上で1回戦が終了。2回戦に出場を決めたチームをここで確認いたしましょう。その中でも最も注目すべきは1回戦を最小ターンで勝ち上がったこのチーム、チーム SIT ジュニアス。クリス、リー、アリの3人はチーム名からも分かる通りヴァンガードファイトの英才教育で名高い SIT で学んでいる現役学生。中でも彼らはヴァンガードファイトでの将来を嘱望されているファイターなのです。専門家の中ではこのチーム SIT ジュニアスが最も優勝に近いチームと評されており、その前評判に劣らぬ1回戦での圧倒的勝利と言えましょう。おい、他のチーム見せろよ。果たしてシンガポールステージを制するのはチーム SIT ジュニアスか、それとも他のチームなのか。2回戦が楽しみです。結局他のチームの紹介なしだし。クリス君たちってそんなにすごかったんだ。あんなやつら、大体他のチームの扱い悪すぎっす。俺たちだって2回戦勝ち上がったんです。いくら地元だからって。いえいえ、カムイ君、いくらサーキットを盛り上げるためとはいえ、実力がなければここまで注目はされないはずです。つまり彼らチーム SIT ジュニアスは間違いなく優勝候補。
でも俺あいつら気に入らねえ。バンガードファイトが強いからって調子に乗りやがって。カードファイトって学校で勉強するもんじゃなくて、ほらもっとドキドキハラハラワクワクあーってするもんなんです。うん、でもカムイ君、うん、向こうは向こう、僕たちは僕たちだよ。うん、うん、そうですね、俺たちは俺たちらしく行きましょう。カムイ君で優勝しましょう。よし、なら早速2回戦に向けてデッキの確認します。うん、愛知くん、ずいぶん成長しましたね。クリティカルトリガー、パワーはサグラモール、クリティカルはブロンドエイテルへバーニングアタック。ゴールドパラディンデッキ、少しずつ息が合ってきた気がする。俺様のデッキにリミットブレイクできるユニットはないけど、バトルライザーのブースト、柱カイザーでアタック、いけるあの勝ちでいける気がしてきた。新しく入れたカードと今までのがうまく組み合わさってる。この調子でいくぞ。オラクルシンクタンク、あっぐ完敗だった。オラクルが弱いんじゃない、問題はデッキの構築。本性デッキも考えてみたけど、サーキットが始まっている以上実戦でいきなり使うのは無謀すぎる。やっぱりオラクルの中でいろんなバランスを試してみるしか。さあ間もなく2回戦が始まります。今度はどんな熱いファイトが繰り広げられるのでしょうか。楽しみです。期待が高まります。ドキドキです。しまった、ここにいると勝敗わからないんでした。観客席に行けばよかった。まあ監督だし。そうそう、一緒に戦ってるってことで。うん、それでは2回戦、初めに対戦するのはチーム Q4、そしてチームディビナシオン。組み合わせは先導アイチ vs クリスタル。なんだ、世界びっくり人間チームか。カツラギカムイ vs ゼイチク。さすが世界は広いってか。ねえ面白い。トクラミサキ vs ホロスコープ。まあ日本にもチーム下克上ってびっくり人間チームあったし。えっそうえっそう。チームディビナシオンはヴァンガードファイトにそれぞれが得意な占いを融合させて戦うチームです。占い？歴史は物語ります。国の行く末は占いにより決したと。はあチーム Q4、 あなたたちが優勝する可能性は全くありません。見えるのです、水晶玉を通してあなたたちの運命が。お前の未来を占ってあげるのね。結果が出たのね。この勝負お前が負けるのね。君に捧げよう星座占い。プラネタリウム。キュートな瞳、わかったよ、君の星座はインフルエンザ。インフル。君の魅力はあっという間に僕に感染したからね。はあ、星が僕と君の未来を囁いている。なるほど、このファイトの後君は僕に惚れるそうだ。僕という色男の魅力の前では仕方のないことか。
占いは私の専門ではありませんのでよくわかりませんが、彼らのカードファイトの実力は本物です。OK、また俺の知らない星座があったとは。誰も運命に逆らうことはできません。あなたたちはここで負けるのです。僕たちは負けません。今回のファイトにはヴァンガードファイトサーキットの主催者である立薙拓人氏も観戦に来ております。サーキットで優勝してあの子に会うんだ。そしてロイヤルパラディンが消えた理由を。スタンドアップ、ヴァンガード。スタンドアップ、ヴァンガード。敵は占い師ってことで全員オラクルシンクタンクか。こいつは面白い。姉ちゃんプレッシャーだな。どうなるかしらね、コーリン。そう。私のターン、ドロー。この人どんなファイトをするんだろう。我が占いは完璧なり。ご覧、星々も我々を祝福しているよ。おや、どうしたんだいハニー。二人の時間を楽しもうじゃないか。心から断る。キラ星のささやき通り、君は僕に負ける。僕の強さを知って君は僕を好きになる。愛の星座はそう告げているんだよ。あいにくに私はそういうの信じない。どんなに目を背けようと運命からは逃れられないよ、ハニー。こんな奴に絶対負けない。何より同じオラクルシンクタンクで負けるわけにはいかない。んじゃろんじゃろカット。俺の占いではズバリお前は運動が苦手なのねん。図星なのね。勉学は優秀だが運動ができないのを悩んでいるのね。古代マラソン大会優勝。体が丈夫な方ではなく風を引きやすい。無遅刻無欠席超健康。エビフライのカリカリの尻尾が大嫌い。大好きだっつーの。どうだ、全部当たっているのね。話っけー。おお、感じるのね。このカードがお前の運命を指し示すカードになるのね。ドロー。来たのね。特別に見せてやるのね。お前の不運を示すカードなのね。ダークキャット。そう、黒猫なのね。お前はこの瞬間から不運の星がつきまとうことになるのね。そんなの信じられるかよ。あ、ポチッとな。猫の鳴き声。早速呪われたのね。な、バカな。風、なんだか暖かい風が吹いてきた気がする。だー、信じねえ、信じねえったら信じねえ。ターンエンドです。